原因論、目的論ということで、増えてほしいところに意識向けていくのが狙うとしたら、時には、ここに引こうとすると、ネガティブで本音を言い出すわけですよ。だとしたら、一回ちょっと原因論、それの何が嫌だったか、会社への不平不満、他のスタッフへの不平不満、聞き切って、本当はじゃあ何頑張ってんの本当は俺,俺なんかはもうこんな風にね、みんなが使いやすいような作り、作ってるんだと。あ、そうなんですね。 何円さんだったらもっとみんなが分かりやすい資料を作れるんですね。だとしたらどうなったらいいって考えたら、この人に作ってもらえばいい。はい、目的論に行くためにこそ一回原因を見ましょうということです。これは私の師匠の野田俊作先生に教わった考え方なんですけど、えー、野田先生は尊敬と尊重を使い分けてて、尊重は条件付きで、えー、大事にしたりしなかったり、尊重はね、重いっていう自覚、尊の。 尊敬は相手の能力技術に関係なく相手を大事に思えるつまり相手が上司だろうが部下だろうが利用者さんだろうがお客さんだろうが利用さんお客さんじゃない人だろうが全ての人をリスペクトしませんかその時しちゃコミュニケーションうまくいきますって言い方します区別をするとあの人結局人を差別したり区別したりするんだっていう話ですね 信頼と信用。まあ、これ書いてないですけど、信用は条件付き、信頼は無条件。とは言ってもね、全く知らない道端に細胞置いといたら明日になってもなくならないってわけいかないです。もちろんそれはそれでなくなっちゃう可能性があるんで、あの、無差別なのではないけど、少なくとも仕事や友人、 家族に関しては信頼できる人と付き合いましょう。逆に言えば信頼できないんだったらその人とは友達じゃない方がいいかもしれないし、その職場じゃない方がいいかもしれない。どうしても働きたかったら信頼できる関係を作っていきませんか まあ3番、競争じゃなく協力。まあ言うまでもないですね。4番、寄り添う強化。これもいいですね。目標の1。これもいいと思います。トラブルが起きたときに迅速な対応は、まずは、ステップ1。なんか、何が優先させられるか。今できることは何か。誰と連絡取るべきかっていうのは、まあすぐ緊急対応ですよね。なんか今、地震が起きましたとか言ったら、まず何すべきか。 ですね、もしくはすごい大きなミスでお客さんには、ね、今なんか重大な問題が起きている場合はまずは緊急な対応そしてステップ2、えー、うまくいっていない時は課題飛行うまくいっている時は人間飛行これどういうことかっていったらなんか例えばいつも早く来て片付けている人がいたらこれ誰がやってるの片付けて誰ってこういうとねあ実は僕ですあありがとうみんな助かってるようまくいっている人は犯人を探したですねうまくいっている場合はうまくやってくれている人。 みんなが感謝しだすから。ところが、なんかいつもね、えー、職場の電気の消し忘れがあって、これ誰がいつも消し忘れてるのって言うと、うまくいってる、行ってない時に犯人探しすると、みんななんか言い訳したり逃げたり、いや、僕はやってないですよ。や昨日最後まで残ってたんで、あれもう本当にたまたまです。普段は違います。みたいな感じになっちゃって、みんな逃げようとするので、 うまくいってないときは、誰が悪いか犯人探しをするよりも、どうなったらいいかから発想しませんかと。決し忘れが多いとしたらどう、決し忘れない状態になったらいい。なるほど。決し忘れがない状態になるために、何ができるかって未来から発想しませんかそして、えー、原因追及よりも教訓もある。 ででは4つの、まあ、ここはいいですね相手目線、自分目線、深目線でどんどん掘り下げて、相手の地図でメンタルモデル掘り下げていきましょうというだけです。えー、実はね、アサアーションの基本的な考え方、これも、ね、本に書いてあるんで、さらっといきますけど、実は人間にはコミュニケーションするときに大きく言語学者によると2つ言葉あります。マンドとタクト。タクトはコンタクトのタクト、マンドはコマンドのマンド。 タクトは物に名前を付けて説明することをタクトって言います。お願いしたり断るのをマンドって言いますで、えー。タクトはトラブルがないです。今日は晴れてますねって言ったら怒り出す人あんまりいないですよね。でも、えー、今日は残業してこれやっといてって言われるとちょっと不快に思ったりします。もしくはこれ間違ってるから直しといてって言われるとやっぱ嫌な思いする人います。 つまり人間のトラブルはほぼ全てマウンドから起きます。マウンドには大きく2種類あってお願いとお断りがありますね。今日ちょっと飲みに行きませんかちょっとやめときますって言って断られたら嫌な感じがしますよね。それが嫌だからそもそも誘わないっていうこういうどんどんみんな消極的現象が起きる。で、お願いかお断りするには大きく 4, 4つあります。 一つは相手を傷つけたくないから要求をはっきり言わない我慢。はい、これ多いですね。おそらく私の感覚値で言うと日本が世界一我慢しちゃうんですね。はい、よく言えば相手を傷つけたくないから悪く言えばえ自分が嫌われたくないのけ者にされたくないやっぱ島国っていう要素もあるかもしれないですね。 とにかく我慢しとけば相手を不愉快にさせないからいい。ところが、えー、我慢オーラが出てるんですよね。あの、毒ガスがプンプン出てます私はこんなに我慢してるのに、あなたは遊びに行くつもりなのみたいなね。あの、もやーっと、私はこの、私は自分の分割って、あなたたちの分まで残業してるのに、帰る気なのオーラがでいい、いいわよ、あの、帰っていいわよ、とか言ってね。 全然よくねえじゃんみたいなね。はい。あとは、まあ、はっきりね、はっきり言った方がいいよってってね、嫌われる勇気を持ってでも言う、責、えー、める言い方ですね。傷つけてでもいいから、はっきり言う。はい。で、大いいほとんどの日本人は我慢か攻めるしかないんですよ。で、何が起こるかって結局、もやっと嫌みな言い方するんですね。はい、まあ、ここで例で言うとね、我慢はね、例えば、 部下が期限が守れなかったとしてえー、我慢はまあ,あとか言えないですこれこの後ね実習しますから考えて,てくださいやみない方は期限の話はせず飲みに行く時間はあるよねとかお客さんとは時間取るよねでも期限守ってないって話はしないんですねなんか一見すると褒めてますよね目的論で、えー、いいところを見つけてるようだけど、えー お前自分で気づけよみたいなメッセージがありますねこれ本当に日本人多いですよね12番が3番が本当にこう少ない分、はい、なんか良、えー、くも悪くも東南アジアなんか結構ね3番バンバンあの攻めちゃいますよねもうなんかそれを楽しそうにやってるからもうなんか <laughs> バッと言っちゃうので普通みたいな文化が逆に楽だったりするかもしれないですね で私たちがやりたいのは伝わる言い方いかに相手を傷つけずに要求を伝えるかですねチャンネル登録お願いします次回の動画で会いましょう